体例としての走りをすれば、はい、多分順位的にはもう大きなミスはできます。多分あの上位に来るっていう形は確信してますから、まあ10ノット以上つけばもう十分我々とシャンシャンの形なので、まあそういう面では非常に2レースほぼもう10ノットは非常にレース展開できたから、あとは渋谷さんとのいつもの勝負の形、いつもまあお互いがもうライバル戦みたいな形で、特別勝因っていうのはある面では非常に3号からバランスの取れた経験で、まあ我々も過去のそういう優勝経験を4年前に1回優勝した時のメンバーも一人だけは交代してますけど、まあでも、はいはい、でも行ってきてる形なんで、ほぼベストなんです。なんでも5、6年前はオーナーもドライブはすごい緊張するみたいなことをおっしゃってましたけど、今はどうですか？はい、もうだいぶ余裕ができましたX さんでももう 5年ぐらいになりますか？そうですね、4、5年になります。え、5年に5年。じゃあ今年はもう一つのタイトルを狙って、まずはそれをX さんと全日本に、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。3レース目はスーパーライトにチェンジして、でそうすると結構アドバンテージが X の中ではあるなと思ってたので、全日本ミドルとあと X35 の全日本に向けて、まあワイヤーはずっと頑張っておりますので、とにかくまあこれであの夏はよく過ごせると思いますが、まあ、秋に向けて頭切り替えて今回ちょっと頑張らなきゃなという思いになります。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、1、2、3、ダーン。